大阪教育大学附属平野小学校の松浦です。どうぞよろししくお願いいたします子どもが主役になる次世代の学び BYOD 社会に対応するスマートデバイスの効果的な教育的利用ということで昨年度から進めてきました。 えー、まずどうしてそうなったのかっていうのを少し見て,見てみたいなと思いますインターネットの利用の状況から、まあ、課題の設定をしまして、えー、今までの取り組みそれから今年の、えー、課題、えー、予定をちょっと述べていきたいと思いますえっ、ー、とインターネット利用の状況ということでえー 内閣府の調査を見た時にですねスマートフォンをどれぐらい使ってるかなっていうのをちょっと見てみたんですねそうすると、えーまあ、高校生はかなりいてるんですけど小学生でもまあ2割ぐらい使ってるというような結果が出てきてましたで、えー、とじゃあ他のデバイスはどうなのかなっていうのを考えた時にいずれかの機器を使ってインターネットを使ってるっていうのが小学生でも5割を超えちゃってるということなんです。 とといううことはこはんなふうに考えました小学生でも何らかの機器を使ってインターネットを利用していることから今後はさらに持ち運びに便利なスマートフォンやタブレットなどの利用が進むんじゃないだろうかというふうなことをやっぱり考えてみましたそこで研究課題の設定としてですね近未来の BYOD 社会の到来を予測してこのような形で研究を進めていこうかなと。 で児童一人一人が自らのスマートデバイスを利用したものを学校に持ち込んできたらどうなるんだろうかというようなことで、えー、進めてみましたでこれまでの取り組みで、まあ、いきなりその子ども個人のデバイスを持ってきてくれというのもなかなか難しいのでまずは iPodTouch、えー、非常に小さいやつですよねそれを50台導入しました。 それからアクセスポイントの回収などなどちょっと順番に説明をしていきますで申請の時にですね50代を購入した後と低学年ではやっぱ写真機能をたくさん使ってくれましたそれから中学年高学年ではですね共有ソフト今回ではロイロノートっていうのがあるんですけどロイロノートを使ってますで3年生以上には1人1アカウントを配布していつでも使えるようにしました それからアクセスポイントなんですけど、今までは20台しかやっぱりつながらなかったので、それを100台同時に使えるようにしました。それから研究会がやっぱりありますので、参加者にそのアカウントゲストアカウントで使えるようにしました。それから小学校で初めてのエデュロームというのを導入させていただきました。それから実践集の作成ということで、1学期、2学期、3学期、それぞれ実践を各先生に。 えししてていただきまして、えー、それをえこのような1冊の形にえまとめさせていただきました。で、えー、1学期今年も1学期終わりましたので、えー、この1学期分のここにまたまとめさせていただきました。でこれでいつでもまあそれぞれの実践が見れるようにしています。それからえまだこれはあの原案段階なんですけれども、まあ、ガイドラインというのはやっぱ作っていかないと。 学校でなんぼやるって言っても家庭の協力がないとなかなか難しいですまあ、してや私的端末を使おうと思うとやっぱり学校と連携しないと難しいなというふうに思っていますあくまで原案はもうできているんですが、まあ、今後 PTA さんと協議をしながら連携したものを作っていきたいなというふうに考えております それから、えー、まだまだ始まったばっかりですけれども、えー、スマート、えー、指的デバイスを一部使いました、えー、学習参観で、えー、保護者の方に、えー、お借りをしてやりました、はいえー、一応取り組みとしてはこんな感じで、まあ、進めてきていますで今後の課題ですけれども、えー、クラウド対応のソフトを使うことによって学校の端末を持ち,持ち帰らなくてもいいと。 家でもいつでも使えるようになるんじゃないかなと、そうすると私的デバイスでも自由に使えるようになってくるんではないかな、そうすると BYOD に近づくなというふうに考えています。それから当然、家庭の私的デバイスを使うわけなので、やっぱりこのガイドラインをちゃんと作っていかないと、家庭の協力も得にくいなということで、これをしっかりと作っていきたいなというふうに思っております。 で今後、11月29日です、ね、発表会があります、それから2月9日、10日もありますのでぜひ本校にお越しください。ごご清聴ありがとうございました